花井吉哲は、日本、大阪府大阪市出身の元プロフェッショナルバスケットボール選手。フードプラウドアパレルチオ。キングダムバスケットボールアカデミー代表。大阪府大阪市で生まれ、中学生の時に、兄と NBA の影響を受けバスケットボールを始める。高校生の時に、大阪高等学校、創設以来初の全国大会へ導く。同時に、 大阪代表選手に選抜され、大阪体育大学に進学するが、1年で退学し、翌年に大阪経済大学へ進学。3年生の時に、当時2部のバスケットボール部を1部へ昇格する、原動力になる。4年生の時に、関西学生バスケットボール連盟1部リーグ1次、リーグ 3P ランキング1位。その後休学をし、2004年アメリカで、 プロバスケットボール選手を目指し、ニューヨークに単身とベすスる。何のつても状況で、ストリートバスケからスタートし2006年、独立プロリーグ、エヴァのトライアウトを経て、ハリスバーグホライズンと契約しリーグ優勝をする。同年の夏に、ニューヨークで最も権威のあるストリートの大会に次々と出場し活躍。翌年2007年に独立プロリーグユスブルの ロングアイランドプライムタイムと契約し活躍。2008から2011年の間、独立プロリーグとニューヨークのストリートバスケの違いの、無差に気づき数々のストリートバスケットボール大会に出場。日本人で最も多い世界最高峰の NY のストリートバスケットボール大会に計350試合以上。ニューヨークの数々の大会で計4000点以上の得点を挙げる。 2011年、日本人で初ハーレムグローブトロッターズハーレムグローブトラーターズ。また、ニューヨークに行った7年間の間にバスケットボールと並行してモデルとしても活動する。2007年にはバトフライアンリンテッド S、S コレクションにモデルとして出演。同年、アメリカのヒップホップアーティスト50セントが手掛けるブランド G ユニットのショーにモデルとして出演し、 ブルックリンファッションウィークエンドにもモデルとして出演。2008年、カリビアンブランドカラーヘリテッチにモデルとして出演。そして帰国後、2012年に自身がプロデュースするフードプラウドアパレルを設立。2012年12月、日本プロバスケットボールリーグの大分ヒートデビルズに練習政権通訳として加入した後、選手契約を締結。 2013年2月、大分から宮崎シャイニングサンズに移籍し、シーズン終了まで在籍。2013年に、世界トップレベルのバスケットボール選手育成を、目標にキングダムバスケットボールアカデミーを設立。2017年、世界トップクラスクラスのストリートボール選手の、ボーンコレクターを日本に招き、近畿圏内の小中学生320名を、 対象にスキルアップクリニックを開催。2018年7月、当時2部降格し、崩壊寸前の大阪経済大学バスケットボール部のヘッドコーチに就任。翌2019年、関西学生バスケットボール2部リーグで優勝し、1部昇格へ導く。世界トップレベルのスキルトレーニングと戦術と、チーム力で1部リーグ昇格に貢献した。大分ヒートデビルズ。 選手契約基本合意、練習生獲得公開日、2012年12月14日、バスケットボールナビ、ニュース、選手契約状況、BJ リーグ千葉、大分、宮崎チーム及びその他工事選手、BJ リーグブログ、ありがとうございます。